いいか無抵抗な奴に手洗い真似だけはするなやむを得ない場合以外は捕らえるだけだぞ市民には手を出すなしょうがねえだろそこまで非道な真似ができるがクソちげえだろこんな小僧に負けたなんてな悪いなよろしく頼むぜ申し訳ございません倍に それでは、市民が生活できなくなります。いつ暴動が起きるかも。<laughs> 最近、俺はウィルダー王についていけなくなってきている。俺がそんな簡単に捕まるがお前だって、強いじゃないか。そうだったな。俺は一人者だが、お前には、妻も子もいたんだったな。 はっはっは聞かなかったことにしてくれ今のは冗談だチッもう追いつかれちまったか。ダークナイトがいるだろう。それに、俺はもう将軍はやめたんだよ。放っておいてくれくどいこれ以上追ってくるなら、俺も本気で相手するぜ。それにな、あの乱心王には、もう愛想が尽きたんだよ。 姫様、姫様はどうお考えですか今のウィルダー王は、以前の王は、俺みたいな傭兵に偏見もなく力を評価してくれたぜ。だから、俺は王のために尽くしてきた。だが、今の王を見てみろ野心に燃える残虐な人になってしまった俺は、人を虫けらみたいに扱う奴は、 大嫌いなんだよないこのまま行かせてくれ。俺のことは放っておいてくれそう簡単に捕まるかよお前らには悪いが、逃げさせてもらうぜ俺はもう将軍なんかじゃねえ。ウィルダー王のやり方についていけなくてな。今は、ただの脱走兵さ。止めはしねえが、バーラル軍は強いぞ。 魔導砲を当てにして兵の増強を怠ったラーカスと違って、バーラルは自衛のために戦ってきたんだからな、はあ。ここまで来れば、一安心だな。えお前たち。これから、どこへ行くつもりなんだおいおい、将軍はもうやめてくれよ。ディオスと呼び捨てて構わねえよ。俺はウィルダー王を裏切っちまったし。 これと言って当てはねえ。一緒に連れて行ってくれよ。助けてもらった恩返しもしなきゃな。どうやら、俺ら以外にも、ここを嗅ぎつけた奴がいるようだぜ。盗賊だなそんな簡単なものではない。私は、ダークナイトの力を見たことがありますが、想像以上の難敵でしょう。そんな簡単なものではない。 ダークナイトの力を見たことがありますが、想像以上の難敵でしょう。まあな、俺もラフェルの都に攻め入った時には、ここを根城にしたもんよ。あいつらにとっても、ここを失うわけにはいかない。そりゃそうだ。それに、ダークナイトは冷徹非常な奴だ。よっぽどのことがなければ、平気で仲間を見殺しにするぜ。 思い出しただけでも腹が立ってくるぜ。そいつは言えてるな。こんな時代でなければ、三日三晩酒を飲み交わせただろうよ。お、戻ってきたようだぜ。おいおい、冗談を言ってる場合じゃ。それに何だい、その情けねえ剣はよ。関係ねえ魔物相手なら何の遠慮もいらねえってもんだ 間に合ったかダークナイトめまた出やがってなルード久しぶりだなこんな形で再会するとはなルードもういいもういいんだルードわかった安心して眠ってくれ今の俺は機嫌が悪いんだ邪魔すると ただじゃすまねえぜ街はこれで大丈夫だルードお前はずっと俺の兄弟だフレア姫はこういう防衛戦を得意としている防衛戦術の達人だだそいや今気づいたがウィルダー王もダークナイトも狂っちまったみたいだが姫様は全く影響されてないみたいだなだが そう簡単に通してもらえるのかな。ここを攻めるのはかなり難しいぜ。それに、ウィルダー王は、以前とは明らかに変わっちまったし、それだけに、辛いはずだぜ。まったく、世の中どうなるか分かったもんじゃねえな。俺たちだって、元はといえば敵同士だったんだぜ。なあえ今、将軍って 姫。不祥、このディオス。微力ながら、頑張らせていただきます。よう、奇遇だなははは傭兵ディオス、参上だ召喚されたこの世界でも成長するのか。なんか不思議だな。おははこんな強くなってもいいがお前はもう、死んでいる。よしそれまでだ 決意と覚悟が足りねえな指揮官というにはちょいと見た目が貧弱だなお筋肉に興味があるのか筋肉が欲しいなら鍛えるしかねえなよ指揮官一緒に完璧な筋肉の頂点目指して前進だよしまずドロレスからだな俺が弓騎兵になった理由それ簡単だ馬の背で弓を引くとな 完璧な筋肉が見せられるからだうおーいまったく楽しい鍛錬だったぜ。こんな素晴らしい友と筋肉を鍛えられるなんて、俺の人生に一片の悔いなしお鍛える時間だ強い筋肉と茶色の肌、どれも欠けたらダメだぜ。暑い日差しのもとに汗をかくなんて、 人生最大のハはハははははは実に疎開だ傭兵をやってた頃だってそんなに説教はしなかったぞどうだ一緒に鍛えるかどうだ一緒に鍛えるかどう<おっ> <laughs> この体は一日で鍛え上げたもんじゃねえぞおいおいどうだ 強険な体ってやつは人を安心させるだろおっここ触っちゃダメやめんかやめんかおいおいせっかく鍛えた体だそんなに簡単に触らせると思うなよいやいやまた一緒に鍛える時間を楽しみにしてるぞま今日はここまでにするかこりゃ 護衛より気づかれする仕事だな。